ちょっと無理。今回は、三国志14の1周目を終えた記念で、活躍した曹操軍メンバーの能力上昇度を紹介しようかなと思うよ。私は分析とか細かいことが苦手なので紹介程度になると思うのであまり参考にならないかもだけど。だよな、ほんと紹介程度だろうな。ではでは、早速。最初は軍師から。陳久さんどうぞ。初期から軍師を務めたけど、後半は出番がめっきり減った陳久さん。能力はどれくらい上がったのか。上がってないな。ほんと、位置も上がってないね。陳久さん。少なくても13年近く曹操軍で仕事してたのに。確認したことなかったからだけど、内政とか多少契約とか頑張ってたと思うんだけど。出だし最悪だな。まあ、次行こ次。次は、曹操軍の天才角家くん。どれくらい上がったかな。上がったのは魅力1だけ。純育から引き継いでずっと軍師してたけど、ほぼ内政してたからな。契約をもう少し使えばよかったのかもだけど、いまいち有用性を見出せなかったんだよね。軍師陣の不信は契約嫌いの霊夢の責任ということで。次回はもう少し契約を多用してみようかな。軍師のラストを飾るのは、都督としても活躍した純育。彼ならば期待できる。結果は角家より少し上、魅力に上昇。あのさ、これって多分人材の再雇用とかそんなところの成果だよね。そうだと思うよ。正直内政じゃ大して能力上昇は望めないんじゃないかと思う。そういえば、政治が上がったっていうのは見たことないような。政治、知力は、見たことないかも。文官は不遇の時代なのか。内政でもう少し経験値を上げて欲しかったね。軍師は不審だったけど、戦争で活躍した武官たちは期待できる。結構能量上昇はあったからね。じゃあ、武官の戦法は、巨匠獲得後からずっと歩兵担当を務めていた曹潤くん。地味に特性の勝負は使えたんだよね。その曹潤の能力上昇は、角家と一緒、魅力1だけ。勝負も内政と一緒と思えば当然の結果か。軍師の方々は仕事してない期間があったけど、曹潤くんはずっと歩兵担当を務めてたんだよね。そう思うと、内政系はほんと能力上昇しないんだな。三国志というゲームの中で、戦争ばかりが目立つけど、内政あってこそ戦争ができるというのをもう少し考えてほしいね。昔に比べて災害系も減ったしな。てか、稲子と海外に内政値が減る災害あったのかな。そういえば、災害起きても、はいはい、って感じで確認もしてなかったな。次あたりはもう少し注目してみようかな。今度こそ、本格的に戦争をした武官たちの出番。史実の活躍を舐めていた曹仁さん。昔の能力を知ってた私は能力高すぎだろとか思ったけど、史実ではかなり活躍していたご指摘を受けまくったんだよね。その舐めてた曹仁さんはどうか。統率3、魅力2の上昇。結構主力で戦ってたのに。それだけ。多分だけど、武力は一騎打ちで上がる確率が高いみたいだから。ね。まあ、曹操軍の武将たちは一騎打ちに定評ないからな。甲虫おじいちゃん以外ほとんど負けてた記憶しかないよ。統率は工場とか戦法で上がってた記憶があるけど、曹仁は攻撃系の戦法じゃなかったからな。そこも次回あたりいろいろやってみたいね。次は、私たちの大好きな兄弟の弟の方。使い勝手が私的には良かったから結構活躍したんだよね。その活躍した加工園は、統率4、魅力1の上昇。いまいち。統率は、曹仁と同じ感じで、武力が上がってないのも同じ。もう少し一騎打ちをしまくるべきだったよな。いやさ、曹操軍の武将たちは一騎打ちに定評ないからさ。不満だ、非常に不満だ。次は加工トン、武力は期待できないわず。統率に、魅力1の上昇だね。好きな武将があまり上昇してないと寂しいね。上がりすぎてもあれだし、
上がってなくてもあれだし、もうね、なんかね。もう、相手能力上昇なんてなくした方がいいのかもとか思っちゃうね。武漢も残り二人、次は皇帝となった曹操様。能力上昇は、名品と王の補正で5となっているので、実質上がったのは魅力1だけ。まあ、ね、最初は内政メインというかお留守番メインだったからさ。最初は呂布に一騎打ちで負けるのが仕事だったからな。いろいろ強いわず、と思っていたら呂布に一騎打ち祭りを受け、出陣させれなくなってしまったんだよね。そのおかげで呂布がトラウマになったんだよね。あれはほんとひどかった。策の悪いところは一騎打ちの選択ができないこと。一騎打ち大好き武将たちが好き勝手に一騎打ち仕掛けてきて、受ける気ないのに一騎打ちさせられて指揮を落とされるとか罰ゲームでしかなかったもんな。負け格の一騎打ちほど面白くないものはない。で怒りまくった後で、一番能力が上昇した武漢を。普通は曹操様がラストだと思うけど、インパクトを出すべくあの武漢がラストを飾ることになったよ。じゃあ、一番能力が上がった。利点くーん。勝者隊を率いて13年、上がった統率はなんと11。この数値は曹操軍随一で、他の追随を許さなかったよ。統率はほんと向上でよく上がったねー。途中加入の満潮がどんどん上がっていったからな。さてと、長ったらしかったかもしれないけど、紹介はここまで。わかったことは、統率上げるなら向上。武力上げるなら一騎打ち。魅力上げるなら人材雇用。知力は契約。政治はわからないってところかな。この情報を適当に使いつつ、次回作を頑張る予定。どんなプレイにするかはまだ考え中だけど、近日公開していこうと思ってるよ。じゃあ、あまり役に立たない紹介だったかもしれないけど、次回作に期待していただけると嬉しい限り。ご視聴ありがとうございました。